さてこちら品川駅で発車を今や遅しと待っているのはサロンエクスプレス東京号。そうです、立派な列車でしょう。列車歩いちゃうかしら。あららら、女優の五代美智子さんがホームに飛び込んできましたね。え、どうしよう、あと何分かしら。はるみちゃん、ちょっと発車しよう。どうしよう、はるみちゃん、はるみちゃん、はるみちゃん、あー、いない。新井はるみさんとこの列車で待ち合わせしたんです。まずは間に合ってよかったよかった。待って、こっち側ね。いや、よかった、間に合えた。はるみちゃん、あ、おじさん、こんにちは。よいしょ。ごめんね、遅れちゃって。心配しちゃった。せっかくの二人旅なのにね。一人で行かなきゃいけないのかと思って寂しかったわ。寂しかった。よかったわ。来てるわ、女学生の友達。素晴らしい。だから今日お旅にね、うん、もうさ、腹半分に悪いじゃない。だからさ、行ってみよう。行こう。何これ鍋飯だって。そうなの。それからほら、友人飯もね、うん、半分さ、よく食べるでしょ。ほら、何これ、まだあるの。まだあるよ。え、まだあるの。ちょっとさ、これ買ってたの、これちょっと決めて。でも楽しいもんね。ねえ、だってこれお座敷列車分だもん。いきなり弁当ってのは恐れ入りましたね。女の子としてよく食べるもんなんだな、こら。でもちょっとここでね、列車の設備ご紹介しましょう。この展望車の他にカラオケ設備もついてるというこの豪華ラウンジ。そればかりか、なんとカクテルも飲めるカウンターバーもあるんですよ。一流ホテルの気分で旅が楽しめるってわけです。お天気、ね、ほらだいぶ良くなってきたし、ね、いいわね、ね、気持ちがいいね。予測をさせていただきました。そうですね、なんか偶然でしょうか、私が丸く。さあ、ではお待ちかね、駅弁のご紹介と参りましょう。釜飯とかね、栗飯とか。左が江戸前幕の内弁当1000円、右がお座敷列車弁当800円です。これお座敷弁当っていうのを食べるときに目がランランとか。ああ、おいしい、うん、栗飯弁当600円、鍋飯弁当600円、いずれもうまそうですね。私釜飯っていうと横川っていう感じが多かったんだけどね、うん、東京にもあるのね。それ鍋飯だって。鍋っていうのがいいとこじゃない。すいません、ね、そんな責めてるわけじゃないの。こういうときはね、後輩。先輩、今日はこの調子でいきましょうね。どうもありがとうございます。それにしても女同士というのはよく食べるんですね。まあまあ、歳を忘れさせるのもこうした旅の魅力かもしれません。これはちょっと言い過ぎになったかな。え、先輩後輩和気あいあいです。